さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はですね、上腕三頭筋を狙ったナローグリップベンチプレス、この種目でなかなか上腕三頭筋に効かないという方へのコツをですね、3つご紹介したいと思います。ベンチプレスで大胸筋に効かせるコツという動画をね、お出ししておりましたけども、ベンチプレスで三頭筋にばかり効いてしまう、そういう方がいるのと同じように、三頭筋を狙いたい、そんなナローベンチプレスで逆に大胸筋にばかり効いてしまうっていう方も中にはいらっしゃるんですね。なので今回は、ベンチプレスで三頭筋に効いてしまう逆パターン、ナローグリップベンチプレスで三頭筋に効かせたいのに大胸筋に効いてしまう、そういう方に上腕三頭筋にね、より効かせやすくするためのコツをご紹介したいと思います。簡単にそのコツを言ってしまうと、その大胸筋に効かせるためのベンチプレスと全く逆のことをすればいいわけなんですけども、大胸筋の働きというのは、腕をこう体のね、横真横から体の中心に近づけていく、肩関節の水平内転という動きで使われます。で、上腕三頭筋というのは肘を伸ばす、肘関節の伸展という動きで使われるので、ベンチプレスの動きの中でよりこの肘を伸ばすという動きを強調するような工夫をしていけば、上腕三頭筋に効いてくれるということになります。じゃあ具体的にどういうことをやっていけばいいのかということを3つですね、ご紹介したいと思います。まず1つ目なんですけども、バーを胸につくまで下ろさない、胸につくちょっと手前で切り返して上げていくということですね。大胸筋に効きやすい方っていうのは、ベンチプレスに限らずナローグリップベンチプレスでも、バーを下に下ろしていけば下ろしていくほど、この上腕骨が体の中心から離れていくことになるので、それだけ大胸筋がストレッチされることになります。で、大胸筋がぐーっとストレッチされてしまうと、そこで大胸筋に負荷が乗ってしまうので、もともと大胸筋に効きやすい方っていうのは、上げる時も大胸筋の力を使って上げやすくなってしまうんですね。なので胸につくまであえてバーを下ろさずに、ちょっと手前で止めてあげることで、大胸筋がストレッチされない場所で切り返すという状態を作ってあげると、より上腕三頭筋に効きやすくなります。ちょっとやってみますね。胸まで下ろすと大胸筋がストレッチされてしまう、で、大胸筋に刺激が入ってしまう方の場合は、胸につくちょっと手前で止めていただいて切り返す、手前で止めてあげる、このように胸につくちょっと手前で止めて、切り返してあげると、大胸筋がストレッチされる前に、切り返すことになるので、よりですね、上腕三頭筋の、筋肉を、意識しやすくなります。ぜひ試してみてください。そして2つ目なんですけども、バーを思いっきり握ってあげるという意識を持っていただくというのがおすすめです。大胸筋に効かせるベンチプレスの動画の時には、逆にね、手首を寝かせてこう包み込むような形でバーを持ってくださいというふうに、お話をしたんですけども、その逆で思いっきり握り込んでもう上に上げるっていうことに集中してあげると、肘を伸ばす方の動きを意識しやすくなるので、思いっきり握り込んで上げるという意識を持つだけでも、こっちの肘の動きが強調されて上腕三頭筋に効きやすくなりますので、こちらもね、意識していただくといいんじゃないかなと思います。はい、そして最後3つ目なんですけども、最後の最後でバーを上に上げきる、肘を伸ばしきってバーを上げきるという意識を持っていただくというのも、上腕三頭筋に効かせやすくするためにおすすめです。大胸筋に効かせるベンチプレスの動画でお話ししたんですけども、上げきる意識、肘を伸ばす意識が強すぎると大胸筋から負荷が抜けてしまう、
で逆に筋肉からこう負荷を、ね、抜かないように関節が伸びきる手前で、止めてまた下ろしていく切り返すというのも、一つこう効果的な方法で、まあ、教科書通りの、ね、やり方ではあるんですけども、上腕三頭筋なかなか効いてくれない、大胸筋にばっかり刺激がいってしまうという方はちょっとそこから外れていただいて、あえて関節がロックされるぐらいまで思いっきり押し切る、肘を伸ばし切るという意識でやっていただくと、よりねこの肘関節の伸展、肘を伸ばす動きというのが強調されるので、よりですね上腕三頭筋に効かせやすくなります。ただ上げ切ることばっかり意識しすぎて肩が前に出てしまわないようにということだけ気をつけていただいて、しっかり肩は落としてそのまま肘だけぐっと伸ばすという意識でナローグリップベンチプレスをやっていただくと、より上腕三頭筋に効きやすくなりますので、ぜひ試してみてください。はい、今回はですね、ナローグリップベンチプレスでより上腕三頭筋に効かせるコツを3つご紹介しました。バーが胸につくまで下ろさないということと、ベンチプレスを行うときにバーをしっかり強く握り込む意識を持っていただくということと、最後の最後でしっかりね関節がロックされるぐらいまで伸ばしきる、上げきるという意識を持っていただく、この3つ意識していただくと、よりですね上腕三頭筋意識しやすくなりますので、ぜひ試してみてください。その他にもね、この種目のコツが知りたいということがございましたら、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。